話題のキングセイコーがやばい。はい、どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。本日セイコーから新作出ておりますね。これいいですね、キングセイコーですね。いや私もねちょっとね1本ぐらいセイコー欲しいなっていう中で、これキングセイコー、これ110周年イヤーというところでこれ出てます。これめちゃめちゃいいと思いますね。はい、ツイッターでも、話題になっているこちらのお時計ちょっとね、紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。はい、出てますね。いやかっこいいですよこれ。あの私グランドセイコーの、ポイントが溜まっております。白樺購入したポイントが、時計屋さん独自のがあるんですけども、ちょっとそれでねマジで1本セイコーとか、まあその辺のこういう機械式のやつをね欲しいなっていうのがあって、テーマいろいろ見ている中で、まあ、こう出てきたというところで、まあ、今回ね結構このモデルね話題になっているので、まあ、ちょっとね、見ていきたいなと思います。まあ、こういうのがあれば本当ね海外とかにもね、つけていくこともまあ大丈夫ですよね。エルサルバドルとかに連れて持ってってもこれ全然大丈夫じゃないですか、うん、殺人が多い国ね。こちらはまあキングセイコーっていうのはね、まあこう歴史深くて、私あの銀座のロケ、セイコーロケ行ってるんですけれども、その時和光さんの中にね、その亀戸とこの銀座のキングセイコーの関係とか、まあその亀戸の場所跡地とか、なんかそういういろいろ展示品とかあって、うわめちゃめちゃおもろいなっていうところがありました。ちょっとねキング DT とロケした動画についてはこれカードを上げておきますので、ぜひ見てください。はい、こちらね限定新作モデルキングセイコーになるんですけれども、今月発売となっております。ツイッターでもね、まあキングセイコー好きの方がめちゃめちゃおられて、まあいろんな意見、飛び交ってますね。まあその辺の指摘も含めて、まあこの、お時計ちょっと紹介していきたいなと思います。皆さんのご意見あれば、どんどんねコメント欄に書き込んでください。はい、それでは行ってみます。はい、このチャンネルではですね、平成元年生まれ無許可ロレックス正規店で GMT マスター2の SS モデルを購入する奇跡を話すチャンネルでございます。皆さんチャンネル登録、いいね、そして、いいね100お願いします。はい、こちらですね、キングセイコーの歴史なんですけれども、ちょっと私もねこの辺ねしっかりこう勉強していきたいなっていうとこではあるんですが、まあキングセイコーですね、昔はもうグランドセイコーよりもこう高級ラインとなってたというとこですね。でこれクォーツの、まあ、生産が始まってキングセイコーの生産は終了して、でたびたびこう2000年とか、まあ、2022年とかもこれ復刻して、出てきたりしているというところです。そして今回っていうことですね。で今回この限定モデルね、はい、こちらね、見ていきましょう。まずはこのね文字盤いいですね。このねこの意味も下の方に出てきますので、あとブレスいいですね。なんか、このぐらいのね、素晴らしい成功の機械式の音系、海外とかつけていくように、ちょっとね、一本欲しいなというところでございます。はい、セイコー腕時計110周年記念限定モデル、キングセイコーでございます。はい、コンセプトですね。セイコーは1913年に国産初の腕時計、ローレルを完成させて以来、誰もが正確な時刻を手にすることができるように、また人それぞれの大切な時に彩りを添えるため、数々の革新的な腕時計を世に送り出してきましたが、2023年は110周年を迎えますというふうになってます。すごい歴史ですね。この節目の年にキングセイコーのダイヤルに特別な衣装を施した数量限定モデルが登場します。はい、特別ですね。わーかっこいいですね、文字盤ねこれね。はい、デザインですねこちら。はい、キングセイコー誕生の地亀戸、この地は島の形が亀の甲羅に似ているというところから亀島と呼ばれる島でした。なるほど、地名の一部である亀は日本では長寿や吉兆の印として古くから親しまれています。ブランド誕生の地からインスパイアを受け、はい、吉
光模様をモチーフにした新たな型打ち模様をダイヤルパターンに採用したと。亀の甲羅デザインということでございます。皆さん親しまれていると、亀井戸の亀からの素晴らしいですね。面白いですね。ダークブラウンのグラデーションと亀甲模様のパターンが美しく調和するダイヤルです。素晴らしい、うん、その一色で塗ってないとこもねいいですね。まあこれマジでいいと思う。はい、大胆な多面カットが施されたケースは鏡面仕上げとヘアライン仕上げを組み合わせることでシャープな質感を表現しました。鋭い輝きを放つ多面カットを施した立体的なインデックスと堂々とした太く長い針は優れた視認性を確保しています。12時位置に植えられたユニークな形状のインデックスは天面の施されたライターカットのきらめきがキングセイコーならではの個性を際立てています。そうなんですよ、これ12時位置のこのインデックスだけなんかね模様が違うっていうのと、いやこれケースもねすごくいいですよね。ちょっとホームページでもかっこいいですけど、これ鏡面かどうかがちょっとわかんないんだよな。ラグら辺かな、この辺鏡面なんですかね。ちょっとまあ実物みたいですよね。まあその辺もやっぱねその高級感につながってきますかね。この鏡面とサテン仕上げの、まあ、この調和、これがまたかっこよくなりますからね。はい、こんな感じで文字盤もその全部黒じゃなくてこのこうグラデーションになってるとこがいいですね。あ、インデックスもね、インデックスもいいですね。グランドセイコーのような形、あマジでいいと思うな。いや実物見たいなっていうとこありますね。うん、文字盤亀さん模様ということになってます。はい、出ました。皆さんこれ皆さん大好きね、数量限定モデルの証として裏蓋にはリミテッドエディションの表記とシリアルナンバーが入りますということですね。はい、下に1200分の001となってます。これ嬉しいですよね。キングセイコーこういうマークなんですね、うん、裏はシースルーバックではなくこういうね、形となっております。裏蓋の向きはね変わる、異なる場合があるらしいです。レザーワーキンググループの認証を受けたタンナーで製造されたレザーバンドが付属すると。あ、高級感出ます。マジでいいっすね。使いやすさの向上のため上箱にキングセイコーの刻印を施した三つ折れ中止めと合わせて付け替えをお楽しみください。はい、スペック等見ていきましょう。はい、こちらでですね、 SDKS なんだ、 013 SDKS013 ニューリミテッドメンズキングセイコー、お値段236,500円。あー結構いい感じの値段しますもんね。まあ確かにこのブレスとかケースとか文字盤とか、まあ一つ一つやっぱこう仕上がってますから結構いい値段しますね。23万円、私のポイントではちょっと厳しいかもしれませんね。2023年2月発売予定、はい、2月24日発売と、はい、いうふうになっておりましたね。もうすぐですね。はい、セイコー腕時計110周年記念モデル、世界限定1200本、うち国内500本ですね。少な500ですよ皆さん。これ人気出ると思いますので、これすぐ行かないともう売り切れるかもしれません。セイコーウォッチサロン専用モデルというふうになってますね。スペック見ましょう。はい、スペックです。キャリバーナンバー 6R31。 この辺もねちょっとツイッターとかで言われてたようなとこあります。これ後ほどね紹介します。駆動方式メカニカル自動巻き手巻き付きと、はい、日差プラス25からマイナス15。あーそうなんですね。まあまあやっぱでかく、見えますけど、まあ成功、まあキング成功、まあグランド成功見すぎた、あれかもしれませんね。駆動時間最大巻き上げ時70時間、おお長いですね。この辺は申し分ない。1数24、機能、秒針停止機能付き、ハック機能ですかね。はい、ケースバンドステンレス、あケース素材ステンレス、ケースサイズ厚さ 12.1mm、 あ結構薄めですね。いいですね。うん、ちょっと薄くてこう結構ガリガリ使えるやつがね欲しいんですよね。横37、縦43となってます。ガラス素材はボックス型サファイア、内面無反射コーティング、ワンプッシュ両開き方式、はい、10気圧防水耐磁性あり、重さ 129g、 裏蓋にリミテッドエディション、シリアルナンバー、カーフ替えバンド付きスクリューバック、はい、こういう感じとなってます。バンドもつくのいいですよね。
はい、ということで、セイコー110周年記念限定モデル、こちらの方ね、紹介してきたんですけれども、まあ、ツイッターとかではね、まあ、キングセイコーファンが多すぎて、まあ、結構ね、もっとグランドセイコー感のような精度で来てほしいとか、まあ、その辺のね、まあ、手巻きとかその辺のなんかいろんなご意見もあったんですけれども、ちょっとセイコー5寄りじゃないかなとかっていう、そういう意見もあったんですけども、まあめちゃめちゃ素晴らしいと思いますね。ちょっと私もキングセイコーをずっと追ってるわけじゃないので、まあこれどのような感じの評価になってるのかっていうのを、もしよければまあコメント欄で教えてください。でめちゃめちゃいいと思うけどな、これ本当いいな。ちょっとね、今ね結構視聴者さんに教えてもらって、そのキングセイコーのアンティークとかからこうアンティーク時計始めたらいいんじゃないって言われてて、まあ、確かにと思って、古いね、もう安くていいんで、古くて安いいい時計欲しいんですよね。まあ、そういう中でキングセイコーちょっと見てる中で、この110周年記念が出たというところで、いやすごくいいなと思ってます。はい、まあ、ファンも多そうですので、まあ、もうね、まあ、結構人気でしょうね。まあ、国内500本だったら、まあ、早めに動かないとなかなか厳しいのかなと思いますので、ぜひこの動画見た瞬間、皆さんポチってくださいというところでございます。もしくは電話とかになるのかな、これね。これめちゃめちゃいいと思いますので、今回紹介させていただきました。欲しい方はお早めにということでございます。はい、本日はね、キングセイコー110周年記念モデルを紹介させていただきました。はい、こんな感じで時計の新作情報であったり、ロレックス情報、グランドセイコー情報、なんかバリバリ上げていきますんで、皆さん、情報もください。そして皆さんチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。いいねもよろしくお願いいたします。メンバーシップ等もやっております、よろしくお願いします。はい、本日以上になります。ムーケムケ OK でまた。